と思う？Thank you.
内に送り込んだ英雄たちは帰ってこなかった。シワが寄ってきた。よくやったわ。もう行き。ありがとうございます。でもまずはワンドを修理しなきゃ。それをよこせ。直してやるから、あっちへ行け。素人め、伏せろ。プロだな。おお、オイラだってうまく舐められたのに。いや、それでも舐めよう。史上最高のパジャマパーティーが目前に迫っており、クジラの姫が王国の吟遊詩人にオーディションを受けるよう求めている。あと2人の詩人が王家のパーティープランナーの厳しい耳に認められる余地がある。パトリック、僕と同じこと考えてる？もちろん。でもそんな急にどこでマヨネーズでいっぱいのバスが見つかるんだ？え？違うよ。バンドのオーディションを受ければお城に入ってパールを救える。ああ、同じこと考えてた。あの師匠は優しいね。あだ名はヘルプボブなんだろうな。一夜限りのチャンスに挑戦したいものは。へっ、今の面白かった。急いで王家の庭まで。スポンジがユニコーンを追いかけるのはどこかしら。今年もイカノートが演奏したら今度こそシードラゴンの餌になる。もうすぐ
のうざい魔女は。オーディションが始まった。あの魔女今回は呼ばれてなかったらいいな。空気読まないから。あっちにするっけ。古いフルーツ、古いフルーツはいかが。昔懐かしのポップコーンとソーダだよ。ねえ、僕より早く庭の風船を全部割るのは無理だよ。僕は風船割りのチャンピオンだ。この吟遊詩人もひどいな。王家のために捧げないものはない。才能もプライドも耳も。じゃがクジラ姫は誰も追い返してはいけないと命じてきた。みんな才能があるからと。ふん、退屈で寝てしまう前に才能を見せてくれればいいがな。驚かせてみよう。残念ながら黄色のスポンジと鬱陶しい風船が姫のパジャマパーティーで王家の吟遊詩人を務める。観客は奴らの音楽が好きらしい。それにすでに他の志願者は全て不合格にしてしまった。城に入るがよい。ヘマするな。